俺は高級時計店で働いている。個人の売り上げも5年連続で1位を取っていて、いわゆるエリートだ。ある日のこと、来店するはずだった顧客からドタキャンを食らった俺は、イライラしていた。それでも俺は、同僚たちに余裕がないと思われないように、いつも通り立ち振る舞った。するとそこに、ある一人の女性客が来店してきた。俺は、この客と出会ったことで、人生が180度変わることになるのだった。お前、また逃げんのかよ。そんなことしかできないのか。俺の名前は亀田隆弘。今年で32歳になる。まだ結婚はしていないが、それでも特に不自由はない。高学歴で身長も高く、収入も同世代よりは多く、顔も悪くない。周りの人は俺のことをこのように評価してくれる。そんな俺は高級時計のみを取り扱う時計店で働いていて、系列店も何店舗かある。俺はその中でも最年少の店長で、個人の売り上げも同期たちから大きな差をつけて、5年連続で1位を取っている。俺は追われる危機感を感じながらも、充実した日々を送っていた。そんなある時、俺は彼女と出会ったのだ。それは日曜日の夕方で、行き交う人々もそろそろ帰路につき始める頃、俺は来店するはずだった顧客からドタキャンを食らい、イライラしていた。その顧客はかなりの大金を落としてくれる顧客で、俺の売り上げを支えている人物と言っても過言ではない。そのドタキャンの理由も、もっと特別扱いをしてほしいとのことで、俺は頭を悩ませていた。どうやら俺が他の顧客を接客しているのを離れた場所から見ていたようだ。しかし今月の成績を考えると頭が痛くなる。俺を引きずり落とそうとしている奴なんて大勢いるのに。俺は同僚たちに余裕がないと思われないようにいつも通り立ち振る舞った。店内には数名の客がいて、それぞれ他の店員たちが応対をしていた。そんな時、一人の場違いな女性の客が来店してきた。その人は長い髪をゆるく巻いていて、見た感じまだ若そうな女の子だった。未成年にすら見える彼女の肌は白く透き通っていた。まるで芸能人のように綺麗な彼女を見て、客もひそひそ話をしている。彼女は自分が注目されていることに気づかないまま、ゆっくりと俺の方へ歩いてきた。ショーケース越しにニコッと笑いかけてきた彼女に、俺も営業スマイルで返した。しかし心の中では、どうせ冷やかしだろうと思っていた。こんな若い子が買えるような商品はうちの店には置いていない。俺はイライラしていたこともあって、半分からかいながら彼女の接客をすることにした。何かお探しでしょうか。そう尋ねると、彼女は少し驚きつつも小さな声で返事をした。お父さんのプレゼントを探しているんです。彼女はそう言いながら困ったように笑っていた。聞くと父親の誕生日が近いということで、時計をプレゼントしたいという。おそらく彼女の手持ちで買える時計はないと思ったが、閉店までの時間つぶしにはちょうどいいと思い、どのような時計がよろしいでしょうか。私、時計のことはあんまりわからなくて、父は今年で60歳になるんですけど、何かおすすめの時計はありますか。小動物のように可愛らしい彼女は小さな声で聞いてきた。きっとお嬢様が選ばれた時計なら、どんなものでも喜ばれるかと思いますよ。すると彼女は小さくうなずき、ショーケースの中の時計を見始めた。そして彼女が足を止めたのは、綺麗な細工が盤面に施されている時計の前だった。これ、とても綺麗ですね。彼女が目を輝かせながら指さしたのは、高級ブランドの時計だった。俺はその時計をショーケースから取り出して彼女に見せると、あそこにある時計と悩んでいるんです。そう言って彼女が指さしたのは、
別の高級ブランドのショーケースで、そこには500万円から1000万円を超える時計しか並んでいない。とても彼女に買えるようなブランドではない。やっぱり冷やかしだったかと確信し、あちらは多少高額な時計になりますが、俺はさすがに失礼な言い方だったかと思ったが、彼女は俺にニコッと微笑んできた。店員さんはどちらが好みですか？金額が見えていないのか、見た上でもこれだけ冷静なのか、俺にはよくわからなかったが、私はこちらの細工が綺麗な時計の方が好きですね、と素直に自分が好きな時計を勧めていた。あっちにあるブランドよりは安いのだが、それでも100万円を超える時計だった。そして彼女が俺の返事を聞くと数回うなずき、じゃあこの時計でお願いします。それはまるでカフェでフラペチーノを買うかのような軽いノリだった。あとラッピングってしていただけますか？と聞かれ、驚きが隠せなかった俺はただ無言でうなずくことしかできなかった。ではこちらの時計でよろしいですね。俺はそう言ってあえて値段が彼女に見えるようにした。彼女にとってあまりにも高額なプレゼントに、俺は罪悪感すら感じつつも、彼女は値段を確認して小さなリュックから紙袋を取り出した。そしてその紙袋から帯付きの札束を出してきたのだ。多分足りると思いますが、念のため確認お願いします。俺はしばらく何が起きているのかわからなかったが、なんとか我に返り会計を済ませた。そして10分ほどが経ち、ラッピングされた時計を大切そうに両手で受け取り、彼女は笑顔で帰っていった。記入してもらった会員カードから彼女が未成年ではないことは確認ができたのだが、なぜあんな大金を持ち歩いているのか不思議だった。これが彼女、筒井真由との出会いだ。そしてその翌週末、時間も前回と同じく夕方くらいの時間だったと思う。なんと再び彼女が店に現れたのだ。彼女は店内に入ると周りを見回して誰かを探しているようだった。俺は彼女に近寄り声をかけた。いらっしゃいませ。先日はありがとうございました。俺の存在に気づいていなかったのか、彼女はビクッと驚きながら、今日は兄の誕生日プレゼントと恥ずかしそうに言った。お兄様もお誕生日なんですね。はい、今年で32歳の兄です。アウトドアが好きなのですが、どんな時計がいいでしょうか？俺は前回のようにからかうようなことはせず、何点かおすすめの時計を紹介した。彼女は真剣に俺の話を聞き、すべての時計をじっくりと見て、ではこれにしますと満足げに微笑んでいた。俺は彼女のセンスに感心した。時計のことは詳しくないと言いながらも、先週も今週も最高レベルの時計を言い当てるのだ。こちらの時計もかなり高額になりますが、彼女が今日決めた時計は300万円近くするものだった。どこのセレブか知らないが、さすがに今日の時計は高すぎる。他の時計を選び直すと思ったのだが、彼女は先週と同じようにリュックから紙袋を取り出し、再び札束を俺に差し出したのだ。この人は一体何者なんだろうと、謎は深まるばかりだった。しかし、これだけでは終わることはなく、なんと次の週末にも彼女は同じ時間に店に現れたのだ。今回はお母さんの誕生日プレゼントというのだが、さすがにこれは嘘だと思うのと同時に、毎週どうやってこんな大金を用意しているのか、俺は少し不安になってきた。お母様用でしたら、時計以外の方が喜ばれるのでは？とやんわりと提案した。こんなに毎週のように大金を使うのは、ご両親も心配するのではないかと思った。すると彼女は悲しそうな表情をして、
さすがに嘘ってバレますよね。と言って下を向いた。嘘をついてごめんなさい。他にいい方法が思いつかなくて。彼女は俺に頭を下げた。あ、いや、お客様、頭を上げてください。俺は慌てて彼女の肩にそっと触れた。では、時計を買わずに、あなたと会う方法ありますか？彼女からの予想外の質問に、俺は言葉を失ってしまった。私、一目惚れしてしまったんです。でも、あなたが迷惑なら我慢します。それでも、しばらくは好きでいさせてほしいんです。彼女は俺に会うためだけに毎週末この店に来ていたというのだ。無理に買わなくても大丈夫ですよ。いつでも来てください。お待ちしています。いつも客に言う社交辞令とはまた違う感情で彼女に伝えた。本当ですか？ありがとうございます。緊張していた彼女の表情は一気に緩んだ。そして彼女は言われた通り、毎週末になると店に顔を出すようになった。俺の仕事の邪魔をしないようなのか、少しだけ店に現れては2、3ことの言葉を交わすだけ。俺の他にも仲良くなった店員ができたようで、俺が客の対応をしているとその店員たちと楽しそうにおしゃべりをしていた。いつもの週末にいつもの時間、店の扉を開けて彼女がひょこっと顔を出す。カメラさん、こんばんは。筒井様、いらっしゃいませ。こんなやりとりをここ数週間ずっと繰り返していた。いつもの小さなリュックを背負い、彼女はニコッと俺に笑いかけてくる。そして他の店員も彼女にいらっしゃいませと挨拶をする。その一つ一つに彼女は丁寧に頭を下げていくのだ。すると、お辞儀をした拍子に、リュックからどさっと札束が床に落ちていった。俺は焦ってそれを拾い、彼女に渡した。こんなに現金を持ち歩くのは危ないんじゃない？思わずタメ口で彼女に言ってしまった。彼女は俺から札束を受け取り、ありがとうございます。今日は調子が良かったので。いつもはこんなに持っていないですよ。彼女は笑顔で言った。毎週のように彼女に会うことで、すっかり兄のような感覚になった俺は、思わず彼女に尋ねた。ねえ、なんでいつもこんなに大金を持ってるの？すると彼女は不思議そうに首をかしげていた。ああ、競馬です。今日は G1 もあったし、割と荒れていたので。目の前の可愛らしい彼女と競馬という単語はあまりにも不釣り合いだった。そして彼女はリュックの中から丁寧に畳まれた競馬新聞を取り出した。そこには一生懸命予想をしたであろうメモがぎっしりと書き込まれていた。彼女は呆然としている俺を心配そうに覗き込み、ひょっとして幻滅しましたか？私のこと嫌いになりました？緊張していたのか、彼女の肩は震えていた。あ、いや、幻滅なんかしてないよ。今度食事でも行く？不安そうだった彼女の表情は一気に笑顔になり、本当ですか？絶対ですよ。約束ですからね。必死に食いついてくる彼女に俺は連絡先を書いて渡した。店員としてはダメなことなのだろうけど、他の店員たちもこれには見て見ぬふりをしてくれていた。彼女は俺が渡したメモを宝物のように大切に握りしめ、嬉しそうに笑っていた。こうして俺たちは連絡を取り合うようになり、デートをする約束までしてしまった。俺たちの初デートの日、彼女は昼間に行きたいところがあると言って、もし嫌じゃなかったら俺も付き合うよ。そんな返事をした俺が連れて行かれたのは競馬場だった。彼女は慣れた手つきで馬券を買っていて、本当に競馬が好きなんだなぁと再認識した。
高弘さんと競馬場に来れるだなんて、本当夢みたいです。彼女は目を輝かせて喜んでいた。そんな表情を見ていると、俺もなんだか幸せな気持ちになってくる。彼女は今まで出会ってきた女性たちとは全く違うタイプで、どのように接したらよいのか困ってしまう。結局、最終レースまで楽しみ、その後に食事に行くことになった。俺は予約しておいたイタリアンに連れて行くと、彼女は少し緊張しているようだった。ちょっとごめんなさい。食事の最中に彼女の携帯が頻繁になり、その度に彼女は携帯を確認し、連絡を返しているようだった。偶然ちらっと見えたアイコンは、ちょっとやんちゃそうな男の写真。俺はそれに対し、なぜかイラッとしてしまい、とても心配性な彼氏なんだね。時間も遅いし、そろそろ帰ろうか。自然と声のトーンも落ち、冷ややかな言い方をしてしまった。彼女がハッとした様子で俺を見て、高弘さん、怒っていますか？別に怒ってなんかないけど、俺のことからかってんの？ひどい言い方だとは思ったが、自分を抑制することができなかった。どうやら俺はすっかり彼女にはまってしまっていて、これは完全な嫉妬なんだと自分でもはっきりと分かった。高弘さん、これ見てもらってもいいですか？俺は小さなため息を一つつきながら彼女の方を見ると、目の前には携帯が突き出されていた。これ兄です。心配性なのは私の兄なんです。彼女の言う通り、男のアイコンの下にはお兄ちゃんと書かれていた。話を聞くと、彼女には俺と同年代の兄がいるらしい。彼女は必死で誤解を解こうと兄のことをたくさん話してくれた。兄といっても再婚の連れ子同士で血はつながっていないということも、何かと心配性で今日のデートも最初は反対されたことも。でも昼は全く連絡なかったよね。そりゃ競馬の邪魔をされたら、いくら兄でも私切れちゃいますから。彼女はニコッと笑った。ああ、なるほど。昼間の彼女の様子を思い出すと、なんだか納得できた。そして彼女の個性にどんどん惹かれていった俺。まゆちゃん、あのさ、俺たち付き合わない？食後のデザートを食べている彼女に俺は切り出した。彼女は一瞬不思議そうに俺の顔を見たが、次の瞬間、椅子から立ち上がったと思うと、よろしくお願いしますと深々と頭を下げられ、こちらこそよろしくお願いします。気づけば俺も椅子から立ち上がって頭を下げていた。彼女にペースを握られている感じがしたが、それも悪くない気がした。こうして俺と真由の交際が始まり、半年ほど経った今日は彼女のご両親に挨拶に行く予定だ。当然結婚を前提にとお願いするつもりでいる。玄関で出迎えてくれた真由の母親はとても穏やかで優しそうな人だった。今日はご両親も心配性の兄もいるという。俺はネクタイを整え、リビングに案内されると、ソファーに深く腰掛けている父親とその横に立っている兄の姿が見えた。そして彼女の兄の顔を見た瞬間、俺は思わず固まった。そこには俺の思い出したくない過去があったのだ。そして俺の顔を見た真由は心配そうに覗き込んできた。は？お前、亀田高弘か？真由の兄は驚きながら尋ねてきた。彼は真由に一番知られたくない過去をすべて知っている人物だった。俺はドイツで生まれて中学の頃に日本に来た。最初は日本の学校に馴染むことができず、陰湿ないじめにあっていた。
まだ中学生だった俺の心は深く傷ついたのだ。それを助けてくれたのが目の前に立っている眉の兄だった。クラスから仲間外れにされている俺に唯一話しかけてきてくれたのが眉の兄、筒井英介だった。そんな優しかった英介を俺は裏切ってしまった。いじめの標的は俺から英介に変わり、俺はその対象から外れた。それなのに俺は英介を見捨てたのだ。他のクラスメイトと一緒になって、俺は彼のことをいじめた。そうしなければ、またいじめられる側に逆戻りだ。その恐怖心から、俺は英介のことを裏切ってしまった。すると、夏休みが終わり、二学期の始業式には、英介の姿はなかった。それ以来、俺は英介に会うことはなかった。英介、ごめん。俺、言いたいことは山ほどあるのに言葉が出てこない。今すぐにこの場から消え去りたかった俺は自然と玄関の方まで歩き出していた。俺が英介にしてきたことを眉が知れば間違いなく幻滅されるだろう。高博さん、どうしたの？俺が彼女の手を振り払うと背後から声がした。お前、また逃げんのかよ。そんなことしかできないのか。英介の言葉を聞いた俺は足を止めた。彼の言う通り、ここで逃げれば眉だけでなく人として大切なものを失ってしまうような気がした。自分を奮い立たせ英介の方を向いた。俺はどうしたらいいんだよ。俺の言葉に英介は呆れながら笑った。あんな昔のことはもう忘れたよ。突然お前が現れてびっくりしたけどな。当時のように英介は俺の肩を叩いた。状況が把握できない眉はキョトンとしていた。英介が眉に俺たちの関係を説明すると、眉は驚きながらなぜか俺と英介の顔を交互に見た。え？二人はお友達同士だったの？じゃあ何も心配することはないじゃん。認めてくれるってことだよね。そう言うと眉はとても嬉しそうにしていた。そして俺は改めて両親に挨拶をした。ご挨拶が遅くなり申し訳ありません。眉さんと結婚を前提にお付き合いをさせてください。眉の父親は正座をしながら頭を下げる俺の肩に優しく触れた。顔を上げなさい。久しぶりだね。元気そうでよかった。中学の頃、俺は英介の家で夕食をご馳走になったことがある。お父さんはその時のことを覚えていてくれたのだ。眉がどんな人を連れてくるか少しだけ心配だったんだが、君なら安心だな。でも俺は英介を見捨ててしまいました。するとお父さんは穏やかに笑った。だから安心なんだよ。君は自分の弱さも汚さも知っているんだから。そういう人間こそ人に優しくなれるもんだよ。お父さんの言葉を聞いて、俺は思わず涙がこぼれた。英介も眉もこれだけ優しく育ったのは、きっとお父さんの影響なんだ。俺もいつか人の過ちを許せるような心の広い人になりたいと思った。その後、英介から話を聞くと、夏休み中の引っ越しはいじめが原因ではないという。実母の症状が悪化し、転院をするためだったらしい。その頃にはすでに助からないことを知っていたからこそ、最後まで家族で一緒に過ごすという選択をしたそうだ。母さんが俺たちを再会させたのかもな。そう言って英介は笑っていた。眉はまだ大学生ということもあり、学校を卒業してから結婚の準備に取り掛かる予定でいる。お邪魔します。
マユと付き合い始めて一年が経った頃、俺は初めて彼女の住んでいるアパートに入った。花嫁修行も兼ねて、大学最後の一年間は一人暮らしがしたいと言って自分からアパートを借りたのだ。俺とマユの交際は順調ではあるが、相変わらずエイスケからは厳しく監視されている。俺は期待しながら彼女の部屋に入ると、そこは想像をはるかに超えていた。競走馬のポスターやぬいぐるみがずらりと並べられていて、競馬新聞や赤鉛筆もあちこちに転がっている。もしかして、俺以外の男も入ったことある？俺は少し緊張しながら彼女に尋ねると、マユは恥ずかしがりながら首を横に振った。もう、高弘さんが初めてに決まってるでしょ？彼女は顔を真っ赤にしながら俺を軽く叩いた。あ、間違えた。初めてじゃないや。昨日、お兄ちゃんがご飯を食べに来たんだ。あ、いや、それはカウントしなくていいや。そんな話をしながら二人で笑っていると、彼女はある秘密を教えてくれた。私ね、初めて高弘さんに会った時、高弘さんはきっと私のことを好きになるってかけてたの。賭け事には自信があるからね。だからこれからも高弘さんが道に迷った時は、私があなたの道しるべになるからね。とマユは自信満々で言った。彼女がそばにいてくれれば、俺はこの先道に迷うことなんて一生ないだろう。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。